ご覧いただいたら国宝、国宝と書いてるんですが、実は、今はね、重要文化財。これ、私生まれた、前の年、昭和17年なんですが、その頃は、ね、国宝やったんですが、昭和20年、戦後になってからね、戦後になってから、文化財保護法というのが変わって、これで重要文化財になってある。だから、皆さんもあちこちに行かれた時に、時々ね、この、国宝いうのがね、セメントでね、潰しているか、塗る、詰めてるってことがあるんですよ。それは、文化財保護法が変わっちゃったので、重要文化財と1ランク下になるんですけど、まあ私どもだから、ぜひともまた国宝に、取り戻したいということで、あれですね。まあ、そういう中のこの本堂ですよ。それで、また、午後というか、後の、油比神社もそうなんですけども、例の随筆家の白洲雅子さんが、ぜひともね、この十一面観音さんにお出会いしたいということで、来られたんですけども、2年って帰らず、でも、最近になってからね、こうやって秋、特別会長という形で、お待ちいただきました。